プロダクション IG 株式会社プロダクション IG は IG ポートグループの日本のアニメ制作会社日本動画協会制会員東京都武蔵野市に本社スタジオ東京都府中市に実写撮影スタジオスタジオイグキューフィックススタジオ並びに 3DCG スタジオイゲフェックスさらに新潟県新潟市中央区に作画スタジオを構える 1987年、昭和62年に、有限会社 IG 立の子を東京都武蔵野市に設立。1993年、平成5年に、有限会社プロダクションが IG に、称号を変更。設立からしばらくは、OVA、オリジナルビデオアニメ、アニメ映画、ビデオゲーム用アニメなどを制作の中心にしてきたが、押井守監督の劇場映画作品を制作し、 ヒットさせたことで、日本国内だけでなく海外での知名度も高まり企業としての規模も拡大した。1998年、平成10年に増資して、株式会社プロダクション IG Q となる。テレビシリーズは主に子会社のジーベックが制作し、プロダクション IG はアニメ映画の制作を主としていたが、2001年、平成13年より、テレビシリーズの元受け制作にも進出。 2007年、平成19年11月、持ち株会社体制への移行に伴い、株式会社 IG ポートに称号を変更し、株式会社プロダクション IG、新を分割新設して、主力事業を承継した。IG ポートは、持ち株会社として、プロダクション IG、G ベック、マックガーデン、ウィットスタジオ、シグナル MD を参加とし、グループ企業全体の事業を展開。 経営管理、資産運用理を行っている。テレビアニメ、赤い黄壇ジリオンを制作した、竜の子制作分室に揃ったスタッフを分散させるのを惜しんで、制作プロデューサーとして、同分室を率いた、石川光久が、同じフロアを曲がりしていた、後藤孝之率いる、金夢、チャイムを合併。京都アニメーションの援助を受けて、 有限会社 IG タツノコ九百9 8 7年、昭和62年12月15日に設立。出資者は、石川、後藤、八田秀明、京都アニメーション代表取締役、タツノコプロなどである。伊吹き西堀ひろみ、内田哲夫らが設立の中心スタッフである。アニメーターはフリーで参加する形となり、ついでフリーで、銀河帝国、後に解散。 一時期子会社であったビートレーンの代表取締役である、マシモ・コウイチも所属で制作を行っていた、ミモト・リュウジと、坂部久明、スタジオ・ムーのアニメーター・キセ・カズヤが追って参加した。設立当初は、新映動画のテレビシリーズをはじめ、キティフィルムの銀河英雄伝説や、スタジオ・ディーンの OVA、機動警察、パトレーバーの制作協力を行っていた。しかし、 下請け続きの仕事では管理費が取れないと思った。石川は、新映動画の下請けを持続させた形で、元請け制作に乗り出した。その後は、赤い後段ジリオン歌姫や曲を皮切りに、数多くの劇場映画や OVA を制作した。特に初期は、貞光ミ成、西久保瑞穂、木瀬和也らが先陣を切って、IG 作品をサポートしていた。 1990年代頃、新潟出身の社員が諸事情で帰郷せざるを得なくなったことからアニメーター引退を表明していたが、それを知った社内から、それなら、新潟にスタジオという機運が高まり、新潟スタジオ設立に至った、その地元出身の社員は現在でも、新潟スタジオの所長を務めている。IG という社名は、社長の石川と副社長の後藤のイニシャルから、 命名したものである。IG 辰ツ子時代、辰ツ子の名前を入れたのは、金融機関の理解を得るためと分派したことによって、辰ツ子プロと喧嘩したくなかったためだったとされる。石川は、辰ツ子というネーミングにこだわりを感じており、今までお世話になった辰ツ子プロへの恩返しのつもりで入れたと語っている。辰ツ子の名前があったことは、社会的な信用も得ることにもつながった。 設立時に、タツノコプロから資本金2割の出資を受けていたものの、当時苦境にあったタツノコプロは、積極的に、i 知タツノコに仕事を回すだけの余裕がなかった。しかしながらその、タツノコと名のついた会社名であるためタツノコプロの関連会社と勘違いする人が増えてきた。そういった勘違いによる不快感が、徐々に、スタッフ、 特に制作進行や制作デスに現れだし、また業績が盛り返した、タツノコプロ側からの要請もあり、社名から、タツノコの名を外す動きが始まる。石川は名前を変えることにショックを受けていたが、受諾し社名変更に至った。この社名変更と同時に、タツノコプロと京都アニメーションから受けていた、資本金も返上している。2010年、平成22年、 プロダクション IG がタツノコプロの株を取得し、資本関係が復活。石川が同社非常勤取締役に就任した。制作部は10のスタジオ、第1から2は制作家、第3から10はプロデュース家とシステム管理、開発家で構成されている。2011年時点。各スタジオは2007年からか、カスタジオと呼ばれている。これは、 広角機動体におけるかにちなんだものである。また、社屋移転に伴いコスト管理体制の強化から、制作部を2部体制に変更。内訳は、制作1部、制作課プロデュース3、4、10課システム管理、開発課6課閉鎖、制作2部、プロデュース5、7、8、9課となっている。これまで担当スタジオは、 各作品のサイトやブログ等で語られる程度であったが、2011年制作のオリジナルテレビアニメ、ギルティクラウンではロッカーが初めてスタジオ名を表記した。ロッカーでは、その後一部スタッフが独立し、ウィットスタジオを設立した。また、ハッカはジュテームにおいて、社名クレジットの上に鉢を模したマークを掲げている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。